河野団は継承を重ねて表明とありますが、こちら深入りまいりましょう。産経新聞の記事を一部割愛してお伝えします。菅総理は先月10日の衆院予算委員会で政府が従軍慰安婦との表現を不適切とする答弁書を閣議決定したことを踏まえ、今後の教科書検定で従軍慰安婦との表現が認められなくなるとの見通しを示しました。文部科学省が教科書検定において政府の統一的な見解を踏まえ適切に対応すると承知していると述べたということです。一方、総理はいわゆる従軍慰安婦と記載された平成5年8月の河野洋平官房長官談話を継承する立場を重ねて表明しましたと、こうなっております。いわゆる朝日新聞が報道した従軍慰安婦というのは実際には存在せず、はい、虚偽であったと、いうことは報道した朝日新聞自身が、もう記事の全面訂正というか削除を言ってるわけですね。しかしそれをなんで国が河野談話を継承しようというのかと、つまり事実と違うことをそのまま認めようとしてるのかということは須田さんが今から解説してくれます。そんな水の引かれ方ありますか。でやっぱりこれはあれでしょうね、そのこの河野談話をベースに、ね、外国との取り決め、まあ、外交ですよね、いろんな、まあ、取り決め条約を含めてね、それが重なってきてるわけですよね。積み重ねがある。だからそのベースのところを、崩してしまうと、それ以降に決まったことも全部もう一回やり直しリセットしなきゃならないというところが私はあるんだろうなと思いますよね。で、だからそれを逆にやってしまうと、そこをベースのところ取っ払ってしまうと、やっぱり韓国が今やっていることと一緒のことになっちゃうわけですよ。事件がね、であるならば、やっぱり、ここには問題があるから、やっぱりじゃあ菅総理がやるべきところはね、やはりこの従軍慰安婦というね、表記、これがあると今日の談話、これは問題があるから、これ事実と違うから、誤った認識だから、これをちょっと変えると、変えた上でもう一回、それに対して積み上げてきたものについて、だって保証金だとかそういう問題だってあったわけじゃないですか。それはこれが前提になってる。だからそういった意味で言えば、朝日新聞の報道であるとか、あるいは河野洋平官房長官談話の罪ってのは重いよね。事実と違うことを報道し、事実と違うことをベースに談話を作ってしまって、その談話をベースにいろんな積み上げてきたっていうことは、やっぱりね、今の日本にとって相当な重荷になってる。でもそれをですね、やっぱり本当にね、外国との関係を良くしたいんであれば、そこを根底からリセットすべきだと私は思いますけどね。僕はやっぱり政府はね、はい、朝日新聞にね、賠償請求せんといかんですよ。ものすごく大きな痛手を受けたわけだから。それは国民を代表して、その従軍慰安婦みたいな嘘、南京大虐殺の嘘。